こんにちはこんにちはよしじゃあこれからも、えっとねショールームは私のステージ公演の昼公演やっていきたいと思いますおやつ公演おやつ公演って何回言うねん なんか斜めってますね。今日。おやつ公園。わくわく。さらに倍はい、それもやりますよ。こんばん、こんにちは。お、本日二度目、そうです、本日二度目です。 さっきいろんな2期生の配信とか見てきましたと信濃さんとかももちゃんとかゆりっちとかそんなに歌って明日大丈夫大丈夫歌った方が声が出ると思います <laughs> こんにちは 徳島公園申し込んだよありがとうございますゆりっちっていうのサラだけかなどうだろうわかんないサラだけかもしれないですねゆりっちっていうのゆりには配信でいろいろ暴露してたねそうですねゆりっち来月は3回劇場行きそうまずは徳島ありがとうございます徳島 今日はさらもももちゃんもさっき配信してました、ね、この前は公演ありがとう公演太陽公演こんにちはあそれやばいさっき前髪ちょっと巻いたんですけどそのコンセントつけっぱなしになっちゃってるかもしれないやばっ <laughs> 新幹線からこんにちはダッキーさん新幹線乗ってるんですか星全部投げたありがとうございますお久しぶりんごさらちゃん来たよありがとうございますフォロワー3333人そう皆さんありがとうございます3333人 50何人あ多分やる前3270人くらいだったので何人もフォロワーさんがありがとうございます明日の28日行くねありがとうございますそう明日舞浜アンフィシアターでツアーの千葉のがあるのでぜひ来てくださいさらさら まだ食事中 <laughs> それ今日食事っていう感じの食事してないですなんかちょっとずつなんかちょこちょこローソンの低糖質のお菓子を食べましためっちゃちょこちょこ食べちゃっただけどご飯を食べてないのでそれがご飯ってことにしてきます <laughs> 来月からメール取りますわかりました待っててくださいちょこ食べたんだそうなんですよ来週は金曜日の僕の太陽光園行くよありがとうございます 金曜日僕の太陽公演なんだっけそ,そうそのローソンのチョコがなんか糖質あれなんだですよあのー、糖質が 4. 何本な,なんですよフォロワー数割る配信回数なら2期生で1万人えそうなんですかへー じゃあちょっとヘッドセットをつけますお似合いさん,あ,いさんありがとうございますこの辺にしとこか。かんか顎に言うとあったらロカバのロカボの <laughs> <laughs> マック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 めっちゃマックテルルテルル 二十四時間受付中 <laughs>。今日のせたりはこんな感じです。見てください、これ <laughs>。波と太陽がすごい。まあ、僕の太陽で占めるのでね。太陽っぽくしましたよ。むっちゃ絵描いちゃった。この木割れながら綺麗じゃないですか。 なんかさっき配信までちょっと時間があったので書いてたんですけど、そしたら逆にやばいやばいってなってギリギリになってバアってなりました。<laughs> めっちゃ時間使って書いちゃった。ジガジさん。<laughs> そう。一人の一曲目はエブリデイカ注射ですね。センスを感じるでしょう。センス感じますよね。 <laughs> カラオケ公演ってしとてきます一人一人じゃなかったテロップ華やかになった <laughs> 絵もうまいのかいや絵うまくないですよあーでも時々、あのー、めっちゃうまくなることある清水さら、清水が伯になる時あるよ時々超うまくなるよ何言ってんのって感じだけど あ,しあそういえば「あの無謀な夢が覚めることがないが」がカラオケに入ったので歌えますねもう「<laughs> 朝公演とせとり変えてます」そう時々画伯になるのサ来はっていうかなんか最近ずっと鼻水が止まらないんですけどこれ本当に花粉症なんですかねもう何週間風邪ひいてるのって思っちゃう。 私そんなに喉とかも痛くないし何でなんだろうななのかもしれないえー、認めたくないなコロナコロナワイヤだ目はかゆく,くないですサラちゃんの歌のお箱はなん何だろうサステナブルサステナブルは最近ハマってていつもは何じゃろう 何だろうでも昔あのー、スクールに通ってたんですけど歌とダンスの練習のそのスクールに通ってた頃に習った歌は懐かしくて歌ったりしますよくずっとイルハンさん「おはって読めるのがすごいこれ私昔18番って言ってたらショールームで「お箱だよ」って言われたので「<laughs> おはってなりました私分かんなかったですよ「おはって。 ヤッホー,ーそんなこともあったちゃんと進歩してるね肌きれい肌きれいじゃないんですよなんかこの前マスクしてマスクしてからあのレッスン受けたんです一日ぐらいそしたら一日ずっとそしたら次の日めっちゃ大量にブツが肌にできました全然なんかニキビができそうだからもうあれはやめようって思いました もうマスクして寝るのはやめますね私は。ハイズさん、だるまありがとうございます。そうでも最近なんかすごい肌にいいクリームを見つけてそれをつけたらブツができなくなりましたあんまり。<laughs> クレに来てくれ。クレ星人さんえ。公園で見たかもしれない。クレって書いてある T シャツを着られてる方。あ、そうだよく教えてくれました。さらにバイオやらないといけないんだ。そう、私のキャッチフレーズ聞いてくれませんかもう何回かやったんですけど。カラコン使ってるのカラコン使ってないです、本当に。だって、ああ、使ってない。使ってないですよ。STU はカラコン禁止なんですよ、多分。 じゃあ、はい。私がこうやってマイクを向け,けたら「さらに倍」って言ってくださいねわかりましたか?「さらに倍」2倍じゃなくて「さらに倍」ですよ「さらに」「もっと」っていう意味の「さらに」と「あの、さら」をかけてるんですよ名前の私のわかりましたかじゃあいきますよあそうだ みんなの笑顔の倍率ドンさらに倍ありがとうございます。広島県出身、中学2年生、14歳、サラちゃんこと清水サラです。よろしくお願いします。こんな感じです。さらに倍、これどういうことかわかりますかネタ。<laughs> そう、これはあれです。クイズダービーっていう昔の あのー、番組があってそれなんですよそれのなんかもう番組で番組のもう決まった言葉みたいな何歳な十14歳 <laughs> なんかダサいいやーダサいところがいいんですよ原平原平さん フーズダービー、そう、お父さんに教えてもらいました。知っているのか <laughs> 実は四十歳。<laughs> 年齢を査証する。原平さんに全部。ダサいところがいいんですよ、バイサラ。<laughs> そう、でも昨日ユデッツと一緒にめっちゃなんか、 あれなんですキャッチフレーズをいろいろ作って遊んでたんですよ。<laughs> だっさら。MC が長い,いや MC 長いですねじゃあそろそろオーバーチュアオーバーチュアできるかなじゃあ今日はちょっとえー、っと3時半には多分配信終わらないといけないのでオーバーチュアからいこうかな。 オーバーチュアーエビバーディーじゃあオーバーチュアやりますよ歌詞わかんないからてあの適当に言ってます言いますねわかんないから 流れてますか流,流れないんですよえ、来た私聞こえない流れてないなんで